7月21日木曜日のアヤラモールセンターグランドフロア、今日からですね、今午後4時なんですけど、今日からあの SM とかにいたお土産屋さんショップの人がグランドフロアに今日から全部いろいろお店がオープンしました。 SM にいた方もこっち全部応援に来てます。一夜にして全部お店がねずっとできちゃったんで、これから一周してきますね。ここにいる人たちはね SM で働いてた人もいっぱいいるんですけど、一応ね7月から観光客がいっぱい来たということでね、お土産屋さんが急にここねアヤラのねグランドフロアに全部ね集結して、お店が一夜にしてもオープンになりました。今日からねオープンなんで、ちょっと今回ってきます。まあアヤラにいた人も応援に来てますけど、 SM シティで働いてる人もこちらにあの応援に来てますね。7月から観光客が増えたっていうことで、お店がねオープンになりましたから、 SM シティからも来てますから、3階からこっちもこっちまで、3階からこっちまでね出店してきた人もいます。ちょっと今回ってきますからね、ここも3階にいた人がねお店今来てますね。今日からSM シティからね応援に来てますから、 SM シティからこの人も SM にいつもいる人です。いつもいる人 SM で、なんか早かったかなこれ、全然カメラが速くて映ってなかったかもしれないね。ここがアヤラのインフォメーションでしょ、グランドフロア。もうグランドフロアほとんどお土産屋さんになっちゃいました。観光客も観光客目当てでね、もう出勤されたと思うんですけどね。 SM シティからこれおばちゃんがいます。この人があの経営者ですから、ちっちゃい店の SM から来ました。ここもね SM から来たんかな、アヤラから来たんかな、しばらく閉まってた店の人もいっぱい来てますね。しばらくねクローズになってたお店も急にオープンになりましたから、お土産屋さんね、まだ日本人は全然来てません。ジャパニスバノーカン、ここもが最後かな。ここはね2階2フロアにあった店がねいつの間にか閉店しちゃって、しばらくお休みだったんですけど、2階にいた人がこっちに今来てましたね。またこれ汽車が走り出しました。7月になって徐々にね欧米人、アメリカ人、カナダ人、インドネシア人、韓国人とかねだんだん来たんですけど、日本人はまだ全然来てないんですよね。これはね2階にいた人のお店、2階のこれジェシカさんですね。ジェシカさん、ジェシカ、ダメだ今ね今日オープンしたばっかりなんでね、みんな忙しくてね、忙しくて全然ねもう何にも食べる暇もないそうですよ。この子もね SM から来た子、
SM から来た子ね、SM 全然スマイルだな。これは今反対側からぐるっと回ってきたところで、さっきはねスピードが速くてねちょっとゆっくり取れなかったんですけどね、スピードが速くてね映りが悪かったと思うんでゆっくり取ってきますね。ここはあの他の宗教の方のお店ですね。ここは3階にいたお菓子屋さんです。キャンディー屋さん、キャンディーピクチャーじゃないよこれ、ビジュビジュ 3D 7D マンゴース。ああ今度はマンゴー、ドライマンゴーも売ってるね。何これモンスター、 What name What name これ、 What nameハンガオダイナソーハンガオダイナソー、これでだいたい一回りしちゃいましてね、今日からこれね1年でも記録的なあの思い出の日になりましたね。7月21日の木曜日、グランドフロア1階にみんなお店屋さんが集結しましたね。日本人はまだ来てないんですね。やっぱりセブ島って言えばあの海の産物ね、貝とかサンゴとかこんな感じがねセブ島らしいお土産なんですけどね、愛在地とかね。ここはなんだかフィギュアさんですがね、フィギュア朝マンか朝マンかフィギュアさんですね、まあ関係ないけど、ここからちょうどスタートしましたからビデオは。じゃあこのパン屋さんでねスライスパンでも買って帰りましょうかね。おしまい。じゃあこれ今日からお土産屋さんがアヤラセンターモールに出ました。ここがステージです、アヤラステージ。ここでコンサートとかね歌とかダンスとかやるステージです。こんな感じですね上が。ということでお土産屋さんが1階に全部集まりました。まだ日本人だけまだ来てませんね、観光客が残念ですけど、これから来ると思いますけどね。はい、じゃあ終わりますね。